マカダミアは何が嬉しいかです。グルテンフリーなんですよ。美容と健康にいい栄養素がたっぷり入ってるんですね。ヨガをやったりとかするんですけど、ワークアウトの後ってお腹空くじゃないですか。その時にマカダミアを食べとくと腹持ちもいいので、とってもおすすめです。Nowhere except in Australia, the home of the world's finest nut.今回登場するのがこのマカダミアオイル、サーモンのカルパッチョになります。これ女子会で出てきたらテンション上がるな美味しいドレッシング代わりですごい使える感じがします。これマカダミアバターといって、うん、マカダミアナッツを攪拌して作ったものになります。すごいバターだ。お砂糖入れてるのかなってぐらい甘い、うん、マカダミアの可能性を無限に感じました。実際食べるとより好きになれると思うので、ぜひ試していただければなと思います。